今夜も半蔵門にあります FM 東京の旧スタジオから生放送でお送りしたいと思います。いつもこのスタジオは私が一人孤独に黙々と生放送をやっているんですが、今日は豪華なゲストに来ていただきまして、彼と二人でお送りしたいと思います。今夜のゲストは山下達郎さんです。どうもこんばんは。よろしくお願いしますね。もうなんか今度のアカペラアルバムで話しましたけども、こうなるとなんかクリスマスというと山下達郎というそういう季節感が出てきましたねそれが狙いだったりして、いや夏になると山下達郎、クリスマスになると山下達郎、あとのないと言えば言います。春と秋を抑えれば春夏秋冬山下達郎、俳句の季語みたいな人ですなれば最高ですけどね。すっかりなんかクリスマスというと山下達郎のあのアカペラという、なんかそういうどこ行っても流れてますよ。おかげさまで困りましたね。困ったもんですね。言葉少ないですよ。大丈夫不安になってきたな。やっぱり相手が渋谷言うと緊張するもん。よく言うよ。もうほとんど舐め切られておりますけれども、さて、そういうわけで、山下達郎さん、あのオンザスリートコーナー2を、セカンドですからね。はい、2です。2ですか、はい、を出されたんで、そのことを中心に今日はいろいろお話を伺おうと思います。最後までよろしくお願いします。以上。というわけで山下さん、はい、オンザスリートコーナー2なんですけれども、はい、これはもう前の1からどれぐらいインターバルがあったんですか？6年です。6年、一言に6年。だいたい山下さんの場合はこういうパターンって結構ありますよね。私の1年は普通の人の6年でしょうかね。やっぱりこれはアカペラのアルバムを作ろうというよりも、やっぱりあのライブでああいう風にして、使うためのものを貯めていくという、はい、そうです。そういう基本的にはそうですね。いっそのことアカペラでアルバムを作ろうなんて発想はあんまりないんですか？ご承知のように一人で全部重ねなきゃなんないので、例えば10曲を1月なり2月なりでやろうっていうことになると、本当に単一の作業の繰り返しでね。ボッボッとやってるだけなんだ。なので、まあ、悪い言い方をすると、途中でやっぱり飽きが来るというか、集中力が持続できないというかね。だから、一つのコンサート用に2曲ぐらい作るのがペースとしては一番いいんですよね。それが毎年2曲ずつ増えていってくれれば、そのまま自動的にレコードになるというね。大変なんですよ、結構。大変だと思いますね。大変だっていう発言を聞かないと不安になりますからね。あれが嬉しくてしょうがなくて僕はとかっていうとね、やっぱ。ほとんど我慢会ですからね。ねえ。うん、本当にバッバッって言ってるんで、で、なんか得意の NG を出すわけでしょ、これダメだ、あれだ。そうですね。昔はもうどうしようもありませんでした。今はね、割と計画的にこう何回もやってますから、初めから計画的に考えてますから、それほどこう、後であっと思うような、このエラーはありませんけどね。一番最初の頃あった。ありましたよ。あ、全然合わない。合わないとかね。へえ。そうするとまたじゃあ最初からに直しだとか。そうですね。アーチといいですけど、周りの人はえらい迷惑ですね。周りの人は本当につまんないと思いますよ。それで自分の声を重ねますからね。前に撮った声は一切出ないわけですよ。スピーカーからはね。ただ自分の声が寂しく一つだけ出てって、それをチェックして最後に全部フェーダーを上げて聞くわけですから。聞いてる人は全く面白くないでしょうね。最後のそのフェーダーで一気にせーので聞くときの快感というのは結構のものでしょう。割とね、それやりたくてやってるようなもんですけどね。で、譜面もほとんど完備してませんから、いい加減な譜面でやってますから、やってる人としてはアレンジなんか全然言わないで、一人でやってるから言う必要もないわけで、次に何が来るかもわからないわけでしょ。初めはただ単にトライドして3和音の白玉のね、あーってのがただずーっとバーンのオルガンのようになってるだけから始まりますからね。スタッフ迷惑なレコードですね。まあ、普通のレコーディングも近いところもありますよね。まあ、そうですよね。一度伺ったことはありましたけれども。みんなによく言われますけどね。出来上がってみないとわからない。実はこういうことだったのかと。だけど、まあ、山下達郎の頭の中ではすっかり出来上がってるんでしょうね。そういうわけでもないですけど、アカペラに関してはある程度のメドはつけてやんないとダメですから。なんか、キリがなくなるってことないですか？そんなことはないですか？なんていうのかな、あんまりフュージっていうかね、厚すぎてもダメなので、ある程度の隙間がアカペラにはないとつまらないので、なるほどね、これで隙間があるのかと言われる、そうですけどね。いや、言いますよ。はい。というわけで、2曲ほど、オンザストリートコーナーからそれぞれ聴いてみようと思います。はい、Remember Me Baby と So Much in Love です。山下達郎の、Remember Me Baby が、これは、オンザストリートコーナーの1、はい、そして So Much in Love が2、それぞれ聴いていただきました。さて、このアカペラは別にアカペラ用のオリジナル曲を山下達郎が作るわけではなくて、はい、既存の曲をやるわけですよね。
で、あえてそのある曲をなぜアカペラにするんですか？アカペラっていうものの最もやっぱり醍醐味っていうのはカバーにあるんですよね、うん、オリジナルでアカペラやることよりも、うん、既存の曲をアカペラでやることの方が醍醐味、アカペラとしては醍醐味が多いんです。なぜかというとそのアカペラという音楽スタイル自体が非常に特殊なもので、うん、楽器の伴奏を伴わないものですから、ね、それの何ていうのかな、独特のその、まあ、手法から、技術的なことから、それから響き方のね、うん、そういうようなことから含めて全部ありますでしょ、うん、そういうものをその既存の曲を使ってやるとどうなるかと。だからこういう曲があって、だからベンチャーズが、ちょっと若い人には分からないかもしれませんけども、うん、ベンチャーズがビートルズの曲をやるとどうなるかというのと同じことなんですよね、うんうん、じゃあ、歌うまい歌謡曲とかね、あれと全く発想としては同じです、ね。なるほどね。その変化を楽しむというか、そうです、その落差のダイナミズムというか。そうです。それがアカペラの本質的な醍醐味ですね。で、その既存の曲がある、それをアカペラにする。で、どのようにアカペラにしようかという、その山下達郎の切り口があるわけでしょ。そうですね。ね、ここに俺の技があるぞと。技。技があるんですね。まあ、技を取ったら何が残るんですか、あなた。自分でそれ言っちゃおしまいです。そうですか。これは技です。そういう、なんかこう、ナルシズム浸れない性格なんですよ、僕って。あ、そうですね。困りましたね。いや、いいんですけど、とりあえず、まあ、技があるわけですね。で、続いては、You Make Me Feel Brand New というスタイリスティックスの大変なヒット曲、はい、我々世代にとってはなかなか懐かしい曲でございますけれども、これをやるわけです。例えば、この曲があった。はい。ちょっと、まず何を考えるわけですか？これをですね、まずアカペラでやる場合に、例えば5人組のアカペラでやる場合にはいろいろやり方があるんですよね、それこそ。うん、でもこれ、一人でやんなきゃならないわけです、基本的に。暗い一人アカペラ。ということは、ベースからトップの、その、裏声まで全部同じ人間の声なわけですよね。そうですね。そうすると、例えばその、自分が右のチャンネルであーって言って、次に左のチャンネルであーって言ったところで、これは、いわゆる音楽用語で言います、コール&レスポンスっていう、要するに呼びかけと応答ですか。うんうん、それにはならないわけで。うん、これは違う声であるから呼びかけと応答が成立するわけで。うん、自分がこっちであーって言ったものをあーって答えてもこれなんないわけで。うん、これこう、まず音色と違えなきゃならないですね、うん。そういうようなことで、アレンジがおのずと規制がかなりあって、うん、それを、まあ、どういう具合にクリアするかといろいろ方法あるんですけど、まずその、音域でもってパートを分けるっていうかな。うん、だからこう、ロングトーンでうーってやってるやつと、それからリズムがつくコーラスと、うん、まあアルペジオなんかも含めますけど、それから、それの対旋律ですか、うん。そういうようなところを、音程で変えるんですよね。うん、だから、大体僕の一人アカペラの場合には、ほとんどの場合において、一番、ファウンデーションになる白玉のうーとかあーとかいうやつが一番音域的に低いんです。その下にはベースがあるだけで。うん、で、その、一展開か二展開上に、アルペジオとかそういうもので示された一つのリズムを示すリズムセクションがあるんです。うんうん、その上に、まあ、普通のオーケーが入った、インストルメントが入った演奏で言えば、ストリングスみたいな、そういう一つのカウンターラインですかね、うん、対旋律っていうの、そういうのが裏声であるんですね。それが一応基本的な構造です、ね。なるほど、ね、うん。で、それはまあ、なんていうか一つ の, その構造なわけで、うん、だから切り口っていうのがあるわけでしょ。例えばこの曲にはこういうニュアンスのアカペラで、ああいうニュアンスのアカペラで。ああ、それはいわゆるスタイルに近いような話とかですか。そ, です、ねね、それはだから、原曲にものすごく忠実に作ってるものから全然違うものなんですけども、その原曲に忠実に作ってるものっていうのは原曲がそのアカペラで即演奏可能なものですよね。うん、例えばこの You Make Me Feel Brand New の場合は、これは結構大変です。なるほど、ね、ええ。だからそういうものになればなるほどダビングの数が多くなるんですね。うん、じゃあとりあえず、じゃあ原曲のスタイリスティックスの You Make Me Feel Brand New を聴いてください。で、これがまあスタイリスティックスの You Make Me Feel Brand New なわけですけれども、はい、これをその山下達郎アカペラにする場合、最も困難なものってのは何なんですか？このドライブ感というか、オーケストラが持ってるドライブ感というかな、うん、難しい言い方をすると、うん、その全体のドラム、ベース、キーボード、ギター、それからパーカッション、ストリングス、ブラスとたくさん楽器入ってるわけです、うん。それが全体のその調和の中でリズム、一つのリズムを生み出してるわけですよ。うん、それが非常にこう、バラードであるから、ものすごく出しにくい、うん。それをなるべくアカペラで声だけで出すのが一番難しいね。だベースが出さなきゃいけないし、真ん中のアルペジオが出さなきゃいけないし、うん、声、リードボーカルすらも出さなきゃならないっていうのが一番難しい。これはだからアカペラに全く不向きな曲だと。そうですね、そうなってきてね。それとあとこのリードボーカル2人っていうの、リードボーカル2人でしょ、スタイリストのバリトンが始めて、それが表情を変える、うん、これだから録音の EQ 変えたんですけど、なるほどね、うん、じゃあ結構な努力の産物なわけですね。これは大変でしたよ、初めてね、うん、アカペラってね、1日で1曲絶対取らないんだもん、あとで、ああ、なるほどね、うん、リズム感違いますからね、1日から、これはね、夕方の5時に始めて、朝の7時までだった、じゃあそれだけに愛着のあるわけですか、ありますよ、それ、しみじみと言ってますけれども。それでは皆さん、山下達郎はこのスタイリスティックスの You Make Me Feel Brand New をいかに処理したか、続いて聞いてください。
さて今日はゲストに山下達郎さんを迎えて、山下達郎さんの最新作オンザストリートコーナー2を、聞いているわけでございますが、さて続いてはですね、サイレントナイトとホワイトクリスマスという、まあ、この2の中に入っているクリスマスソングを2曲聞くんですけれども、はい、やっぱりあれですよ、街にこうクリスマスが近づくと思わず山下達郎のアカペラが流れるというそういう雰囲気があって、やっぱりクリスマスといえば山下達郎ということで、ずいぶん前と違いますね。それじゃ 3,4 年前と、うん、そう、昔は夏でしたけどね、今は夏と冬なんですよ。性格も暗くなってきた。そんなことないです。その後やっぱり山下さんもあの本当にクリスマスには楽しい思い出がたくさんあるんじゃないかと思う。全然ないですね。うちクリスマスやりませんでしたからね。あ、そうですね、面白くなんともないですね、それ。クリスマスは本当にやらなかったんですか。うちはそういう、あの、僕のうちは商売やってましたから、だからクリスマスって逆にその商売で忙しくなりますからね、うちでまとまってどうたらこうたらってことは全然ない。だいたいクリスチャンじゃないですし、そういうこと言うと怒られますけどね。いや、クリスチャンじゃなくても今、日本全国クリスマスですけどね。そういう歌がありましたね。日本全国クリスマスって歌がありましたけどね。知らないの？クリスマス音頭知りません。大竹栄一さんの。ああ、知ってます。うん、幼稚園があのクリスチャンの学校だったんでね、そこで、あの、なんていうのかな、いわゆる、誕生劇とかやりましたけどね。ああ、何やる？生誕劇、ヨセフですよ。ヨセフ、お、すごい主役じゃん。主役ですよ。もう、ほのよく流すんですか。ものすごい人生の誤りだという気がしますけど、どういう幼稚園だったんでしょうね。特に何かクリスマスに思い出があるとかなんとかっていうわけでもない。ないです。ただクリスマス音楽っていう一つのジャンルに関してはすごく興味がありますからね。それは何で？だからあの、一つの宗教的儀式なわけですよね。うん。それを、まあ要するに一つ、なんていうの、商業音楽の中でも、うん、ジャンルになってるわけでしょ、うん、で特にビング・クロスビーのホワイト・クリスマスっていう化け物ヒットから、うん、そういうものが一種の、なんていうのかな、ブームになって、うん、クリスマス音楽っていうジャンルたくさんのサンダーナンバーがね、それのために作られて、それだけでももう優に何百というカタログができちゃってるわけでしょ、何百何千というね、うん、それを、その中から生まれてきたそのクリスマスという音ことに対するイメージの音楽というものなんだけど、うん、そういうものの一群というものに関しては割と興味があるという。ことですね、うん、だけど、まあ、ある程度年齢に達して、うん、やっぱりクリスマスは盛り上がらなくちゃいけないとかって言ってクリスマスになると、まあ、自分の曲を聴きながらクリスマスってのはあまり不気味なもんでございますけども、そういう風にクリスマスに執着するようになったとかイベントとしてないですか。全然ないですね。クリスマスはむしろ静かにこう過ごしたいと。そうですね。ああ、そうですね、うん、あの三角形の帽子かぶってモール首にかけてどんちゃ騒ぎするようなノリは昔からないですからね。今はまあそういうんじゃない。もっと今、男女交際のクリスマスですからね。なるほどね。おじさんは知らないでしょうけど、ね、知りませんね、おじさんは。そういう思いもないですから。そんな不思議なことやってるんですか。不思議だとか。何言ってんだろうね、まあ困ったな。だけどほら、コンサートなんかでもやっぱり、ね、ホワイトクリスマスからクリスマスイブへと行くのはね、なかなかいいもんですけどね。あそこのクライマックスですけどね。計算高いと言われますけどね。いや、だけどもうホワイトクリスマスと、クリスマスイブが出た時に、もう絶対これはホワイトクリスマスとくっつけてライブでやるだろうという。よくわかりましたね。誰でもわかるという。でもまさか本当にやるとは思わないっていうね。その予定調和、分かりきった予定調和をやれるというのが、いいことなんでしょうかね。悪いことなんでしょうかね。いや、だけどあれはなかなか気持ちいいですね。やっぱ、だから、オンザストリートコーナー2も、このホワイトクリスマスで終わってしまうところがね、はい、なんか悲しいですね。なるほど。あの後にクリスマスイブが入ってるといいんでしょうけどね。入れればよかった、ね。そういう12日作ろうかと思いましたけどね。やめました。どうして？あんまりだから。あんまりだから。今度、だからライブ LP でも出すときにそうしましょうかね。ぜひ、そういうパターンでいきたいと思いますけど。あそこが一番拍手が多いもんですから。そうですね。おかげさまで。というわけで、あの、クリスマスと全く無縁だった山下達郎の歌、クリスマスソングで、盛り上げていただきたいと思うんですけれども、もう決定版として、サイレントナイト、ホワイトクリスマスとアカペラを2曲続けて、その後にクリスマスイブを聴くという決定版で3曲続けて聴いてください。山下達郎でサイレントナイト、ホワイトクリスマス、そしてクリスマスイブ3曲、続けて聴いていただきました。もうクリスマスですね。いきなり盛り上がっちゃいますね。ホワイト渋谷さんってあれですね、思ったよりそういうこう、あの、何ですか？行事ごとが好きですね。行事盛り上げてるんじゃないですか、山下さん。せっかくこうやって山下さんのクリスマスソングさ。まあこんなもんですから、じゃあ次行きましょう。クリスマスですねって言った方が雰囲気は盛り上がると思いません？だんだん DJ っぽくなってきましたね。なんで私なんで DJ やってると思ってんですか。昔は暗い DJ だったよ。そんなことないですよ。昔から明るくなかったよね。うん、明るくはないよ。明るくはなかったな。確かに。
で、あのライブなんかで割とクリスマスじゃないあのアカペラなんかやるっていうのもテープバックというところでちょっとね、まあ苦肉の策ですね、うん、一人でやってますからね、本当はだから5人ぐらいでアカペラのグループ組んでね、なんか RC サクセションの前座かなんかでやってみたいです ね、そういうのやってくださいよ。やろうかっつってるんですけどね、今ね、なかなかメンバーはね、やっぱりドゥーハップっていうのがねすごい特殊な音楽でしょ、それをだ真似するんじゃなくて、その本当になんていうのかな、こう理解してるっていうか愛してないとね、つまんないから、なるほどね、それやることに無常の喜び感じるような人が日本でそんなにいないんで、だけどだんだん若手の中から山下達郎のこのアカペラでね、なんか育ってきた人の中からそういうのは出てくるんじゃないかという気もしますけどね、僕のではちょっと伝え方違いますからねまあね、これは特殊アカペラ、皆さんこれはあの特殊な形式ですね、アカペラの一般じゃないですか、ね、山下達郎のこの性格の暗さが極端に極まった独自の方法論ですからこれがアカペラ方法だと思っていけます、はい、そうです、はい、でその限りでですね、せっかく来ていただいて、もうあれですから、はい、今年もあとわずかですから、はい、もうこれも予定調和の質問ですが、はい、来年の予定は、来年はオリジナルアルバム何枚ぐらい ?1 枚何枚出せると思ってんですか、あなた3年に1枚しか出せなかった人間に1年に2枚出せますか、ね、その1枚出るんですか、ちゃんと出さなきゃしょうがないでしょ、これでまた2年3年経ったら大変ですよ、ちゃんとその本当のプレッシャーを感じちゃんとやる、はい、だから来年はツアー休みますから、ツアー休んででもレコードを作りますから、はい、そういえば年末の今年はあれがな、コンサートがないから寂しいですね、いつもクリスマスは中野サンプラザですから、ね、来年くれの中野サンプラザができるかできないかってところでしょうね、レコードが出れば、ギリギリというところで、そうですね、頑張ります、なんかシングルも出されると、シングルは春先に出ます、あ、そうです、はい、これがまたすぐ決定を、山下達郎決定、いや、もう元祖軟弱というふうに軟弱に元祖があるわけですもうそれは曲できてるんですか、いや、これからです、一応コンセプトを今日会議で決めてきました、ね、おー、なんかすごいですね。コンセプトができちゃうんですか、いや、だから一応ほら、あの、CM タイプですか。あ、なるほどね。はい、それ以外にはなんか、奥様の。マリアの LP は今やってます。あ、ええ。今回は A 面があの、オリジナルで、B 面は多分あの、人に書いた曲のカバーになると思います。なるほど。あの、薬師丸さんに書いた元気を出してとか。あ、なるほどね。これはわかりませんけど、川上直子さんに入った喧嘩をやめても入るかもしれない。まあそんなラインで、あの、ここのとこ一年何年間の間に人に書いた曲の中から選んでやります。山下さんは非常な愛妻家でございまして、はい。素晴らしいことだと思います。何ですか、いやいやいや。渋谷さんとそうじゃないですか。いや、あの、一緒に、あの、喫茶店でお茶を飲んだ後に、ちゃんとプレゼントを買って帰る。プレゼントを渋谷さんとそうじゃないですか。僕は、わーって帰りませんよ。うん。その辺に、やっぱり山下さんの非常に家庭的な側面を見ましたけれども、はい。急に言葉少なくなりましたね。何を言ってんですか、いやいや、で、アカペラも作業進めてるわけですか、新作の、いや、この次のライブがやるときにでしょうね、これで3来年出すんですか、また今頃それは無理でしょうけれども、無理ですよ、溜まってるのまだ他にもあるでしょう、あります、まだ5曲ありますね、それはもうなんかドゥーアップばっかりなんですけどね、あとスタンドバイミーとか本当あったんですよ、あんまり出来よくなくてやめちゃったんですけど、わかりました、というわけで最後はチャペルオブドリームスと、そして Your Eyes のこれはライブのアカペラバージョンを特別に持ってきてくださったので、今持ってきたばかりにチェックしてないので、もしかしたら間違ってるやつかもしれません。そんなことはないです。すみません。生なのですみません。はい。2曲続けて聴いてください。さて、55分生放送でお送りしたいんですけれども、山下さん、どうも、ご苦労さんでございました。なんか平和な年末を過ごしてるということで。もう何年ぶりですね、こんなのは。あ、そうですか、ね。いいですね。羨ましいですよ。取らないように気をつけないと。ライブがないと思わず太ってしまうなんて、だいぶ。いや、ライブあった方が太いですよ。それまで、ツアーやるときすごく正しく生活して3食ちゃんと食べるでしょ。どん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 太ってくるんですよ。なるほどね。もう、山下達郎というと、すごく音楽アウトドア派ですけれども、トニーはめちゃくちゃ、もう、なんか室内のみに生息する方でございますからね。一つ、オズの。見てない。オズ仲間で、ビデオをなんか回しながら、なんか、すごくおじさん臭いね。いいんです。あ、そうですね。歴史は普遍、そんなことないですね。山下達郎のファンはやっぱナウイなんかこう、そういうテストを求めてますからね。そうですかね。そんなことないでしょ。そうですか。レトロの時代ですか。いきなりナウなことが出た。いきなりナウなことが出たんで、とりあえずこれで締めたいと思います。さて、来週はですね、29日今年最後の放送、ミュージック&ミュージックの名物プログラムの、ノンストップミュージック86年のヒット曲をノンストップでという、そういうテーマでお送りしたいと思いますので、最後の放送を楽しみにしていてください。本当に今日は山下さん、どうもありがとうございました。